タマグロス。スマホでカルチャー。久しぶりにミンメイさんの声だったような気がするな。こんにちは。エウレカです。さあ今日はウタマクロスやっていこうと思います。ここ数日ですね、だいぶ音楽活動の方に打ち込んでおりまして、新しいベースも手に入れまして、まあとても心地よく弾いておりますよ。もう今もう頭の中もベースのことでいっぱいですね。新しいダウンロードデータが見つかりました。まあね、別に歌マクロスやめたとかそういうわけではないのでね、まああくまでいろんな趣味をですねウレカやっておりますので、まあ、もしよろしければチャンネル登録していただいて、こちらエウレカスタジオですね、このチャンネルの再生リストの方にいろいろとまとめておりますので、まあもしよろしければベースのね絵も見ていただけるとありがたいです。毛高きライブ、なんか珍しい表情のような。アイントラハト、どこで切るんだろうな。アイントラハトな、トラハトなのか、アイントラハトなのか、アイ、まあどこでもいいか。はい、ということでイベント開催中、復刻未来は女のためにある、これ館長イベントじゃなかったと思う、もう多分バトルイベントだったと思う。まあ見て行けばいいでしょう。チャオニャンニャンステップガチャ開催中ではありますが、ちょっとねこないだね、チャオステップガチャか、チャオデカルスペステップカミカミ、はい。まあとにかくこの間ねやった、あれはミレーヌの時かな、ミレーヌの時の、あ違うか、違う、レイナの星6のステップガチャをやった時だに、星6をね見事ね、この今後ろに立ってるあのシェリルさんなんですけど、シェリルのプレートをね引くことができたので、あやっぱりこういうステップガチャしっかり引いていった方がいいんだろうなと思って、これも実は引こうかなと思ってたんですよ。チャオニャンニャンステップガチャ桜、これちょっとね、でもよくよく見てみるとですよ、ステップ3ステップ5で星5のピックアップがもらえます。ただこれ星6の確率が高いわけじゃないんですね。なんでここにチャオってついてるのかがわからない。ステップ4のところだけなんですよ、確率が 0.65%、 うん、それ以外はね 0.3% とかになってたので、あこれはちょっとやめとこう。うん、衣装はね大体普通の星5衣装か、星5衣装は大普通ね、大体持っておりますのでね、わざわざやる必要はないかな。未来はオンニャのためにある、超超デカルガチャがありまして、ニャンニャンステップでカナメさんが今日始まったということですね。おっと、フレンドさんのところ久しぶりにびっくりマークついておりますね。覗きに行きましょう。さあフレンドリストですね、120分の107、まあ余裕はありますね。承認待ちリストの方見まして、熱気バサラオスさん、オスでいいのかな、アシストでバサラのプレートの人いない、そんなことはないと思いますね。エウレカのフレンドさんではね、あクリスさんとかそこら辺がバサラプレートの、まあいいや、はい、ごめんなさい、コメントがあれなのでお断りいたします。じゃあガチャページへ参りましょうかね。これでね、今日やりますこのガチャですが、そう、今月の総力ライブガチャになるのかなのところで、みくもちゃんのブラウブルーメが出るんですよ。これで5人分のブレイブ、うん、今日も本当にカミカミだな。ブラウブルーメ5人分揃うんですね。このアイントラハットはまだ3人目になるんですけどね、みくもちゃんのみくも、あんまダメだ今日は。すみません、ロレロレになってます。あなかなかカナメさんいいんじゃないでしょうか。今の表情もこれもね、レアリティアップ前の、そうなんかこの表情珍しいような、うん、この笑顔なんかちょっとね普段とは違うような笑顔、そうこっちとは違いますよね。なんだろう、眉毛がこう垂れて書いてあるなのかな、イメージ的に。そう、かなめさんの眉がこう上がってるイメージですね。そんなことないかな、気のせいかな、ほら上がってるんですよ。うん、リアリティアップ
5枚、あ、なかなかいいんじゃないんでしょうか。あ、このプレートもなかなかいいと思いますよ。要の変装で出現詳細を見ていきます。そうだから、ブラウブルーメにがっつり力を込めてやるつもりなので、今回のこの要さんも 1.600%、 まあ普通にエピソードオーブを使っていこうと思います。気高きライブ要の変装、うん、まあええんでないんでしょうか。じゃあそう、なんだかんだね、この出現、このエピソードに関してなんですけど、これ要は回収されたわけじゃないですか。エピソード今まではね、星さんのエピソードが3種類ぐらい出てたのが、もう最近はね、もう必ずこのエピソードプレート星さん、うん、になってしまってるんですよ。要は3種類も星さんがあったので、その分エピソードが育てやすくなってるんですね。なってた、育てやすかったのが、エピソードこれ1種類、星さんのエピソードプレートが1種類しかないので、 150%、 あ、150ポイントまでしか進まないので、衣装の解放がどん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 しづらくなっていってるんですけど、そこら辺なんか皆さんあんまりクレームをつけなかったんでしょうか。星6の出現率が悪いっていう話はよくよく聞きますけどね、このエピソードプレートになったことに関して文句を言う人が少ないっていうのは意外と不思議なもんですね。はい、じゃあまずは1回無料にやってきます。ちょっと読み込み長かった、どうだ。いやー、ダメだ、読み込み入りませんでした。残念、新規プレート出ません。え、バルキリーが1機だろうが3機だろうが5機だろうが、とにかく新規プレートは出ないのでスキップしていきます。これメッサー君の時のシーンだな。メッサー君のシーン、バルカの危険性、はい、多分そんな感じだった。はい、戻ります。メッサー君の時じゃなかったような、なかったかもしれない。はい、そうしましたら次は割引の300ですね、やってまいりましょうか。初回のみ割引300で引いてきます。電波状況が悪いだけなのかな、ちょっと長く感じたのは気のせいなのかもしれませんが、読み込みが入りました。間違いない、これでエピソード、新規エピソードのプレートは出てくれる。バルキリーが止まんないので星5が出ません。調子良くなったかなとか思ったんだけど、にゃー、日の丸弁当を見ていきましょう。フレイヤプチブレイク中、はい、気高きライブ、遅いぞ大妻、まあ、行き場のない後悔、気高きライブ、あ、エピソードプレート出てますね。私が館長、お構いなく、クロスオーバーライフ、気高きライブ3枚目、感想が終わっちゃいましたね。終わっちゃいました。すごい、エピソードが追加されました。エピソードプレートの量。あ、よし、もう引かないぞ。はい、じゃあこれでエピソード解放していきましょうか。はい、エピソードを解放していきましょうと思ったら、ガムリンさんですね。ガムリンさんの解放をすっかり忘れておりました。全く育てておりません。やっておきましょう。え、スイートプレゼンツ一括解放と、ニュルニュルニュルと結晶の方ですね。章でニュルニュルと結晶の中、ニュルニュルニュルと結晶の大、ニュルニュルニュル歌唱席10個ありがたいですね。ニュル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 コンプリート。黒く輝く、バサラの歌を信じる。あ、そうっすか。バサラの歌を、あ、そうっすか。バルキリーフィギュアを受け取りまして、新しいバルキリーゲットをいたしました。 VF17 に次ぐ特殊戦、YF21 を改良されて、ほん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 、 S 型に乗り換えてる、ふんふん、ほう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 、これなんかガルドさんと同じような機体ですね、うん、なんかそういうつながりなんでしょうね、きっと。はい、戻る戻る、あと間違えた、もう歌姫に行っちゃっていいんだ。エピソード一覧改めまして、カナメさんのところ参りましょう。プレートで解放していきます。そう、先ほど言ったようにね、うん、これが星さんが、結局3種類引けたわけか。今までだったら3種類引けてたら70、70、70で210進むわけなんです。それがね、たったの160しか進まなくなっちゃってるわけですからね。
はい、レアリティがアップいたしました能力ボードが拡張されました。シークレットボード、うん、そうですね、3枚引けて、160。解放していきますよ。ニュル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 と、ストーンの章で、残り10、シーク、あ、ちょうどストーンの中がもらえるのか、これで。160でもらえるのか。ニュル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 とストーンの宙ですね。オーケーの戻りまして、アイテムで解放ですね。エピソードオーブの第19個。あ、まだ増やせるからいけるかな。ワン、ツー、トゥリー、ポー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナインだと行き過ぎですね。8つアイテム使用と、ニュルニュルニュルとストーンの台、ニュルニュルニュル、カー小石10個、ニュルニュルニュル、残り80と、エピソード部の中がなんか結構ありますね。アイテム使用と、これ残り30がエピソード部の使用、ちょっと少ねえな、これ。ワン、ツー、トゥリー、アイテム使用と、ニュル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 、コンプリート。あら、じゃなかった、おおだった、バッチリだわ。トルソを受け取りまして、新しい衣装ゲッツをいたしました。アイントラハト。どうでもええか。はい、そうしましたら、これね、一応演出が出るのがネオストリームのアナジャーバージョンということなんですけど、あれ追加されるということですね。このタイミングでライブに楽曲が追加されました。なんか早い気がするな。うん、まあいいかな。ニュルと、はい、じゃあこれとりあえずノーマルエクストリームノーマルでとりあえずやっていきますかね。いや、今日はむしろエクストリーム、エキストリーム、エキストリームでやっちゃいましょうか。これ一発フルコンボできたらすごいですね。アシストがキャンスカさん、よろしくお願いいたします。あ、判定緩和になってたな。これユニットセットを、いや、とりあえずラックに切り替えちゃおう。楽に切り替えまして、センターを川波さんに切り替えていきます。オーケーと、プレート、あ、なんかちょうどラックになってた。バルキリー、せっかくだからさっきのガムリンさんか、ガムリンさん使っていきましょうかね。これがマクロスセブンに切り替えまして、左回しとガムリン木崎、強いですね。攻撃力205の命中値215、はあ、強いじゃないですか。これね、イサム・ダイソンさんではなくガルド・ゴア・ボーマンさんと、これ分かります？この機体ですね。この機体と比べてガムリンさんの機体、はあ、同じですね。選択 OK と、あ、ちょっとボイスが違う、ボイス違いましたね。ゲームセットで、を 3D フルにしていきましょう。そして田辺さん、長押し衣装選択。なんかこの間出たばっかりのね、制服のような気がするんですけども、田辺さんね、新しい新衣装アイントラハと試着してきます。すごいわ、すごいわ、ビューします。よいこらせと、まあみくもちゃんとかで見たのと全く同じですね。この黄色いね、このひらひらの透け具合が、まあまあまあいいんじゃないでしょうか。素敵じゃないでしょうかね。ちょっとね、これね、お胸がね、ちょっと平らに見えるんですね、この衣装ね。あ、この背中、あ、この網網の表現もまあよくできておりますね。うん。なんていうかね、これちょっとマキナバージョンもどんな感じになるのか楽しみですね。まあどうせね、ワルキューレメンバーね、5人分出るんでしょうから。頭の回転が、うわ、このタコさんがプルンプルン震えるのが可愛いな。はい、こんな感じでございます。こんな感じですね。ああ、いいんじゃないでしょうか。ああ、可愛いですよ。可愛いです。終了、着替える、OK と。
そうしましたら閉じる。じゃあこれでエクストリームですね、集中して、まあすでにねこの特別演出どんなもんが出るのかっていうのはね、みくもちゃんとね、あとフレイヤーか、フレイヤーの時にもすでに見てますのでね、なんかこうエフェクトが増えるとその程度です。カットインが入るとかそういうわけではないですが、はい、じゃあこれで曲やってきます。さあ気を引き締めていくわよ、集中して、フルコンボ目指してやっていきます。あ、いきなりグレイト、うん、うわ、見えない今の部分ですね見えないクリアすら怪しいぞ、いけるか、すげえミリ切ってんぞこれ危なあと一個でもなんかバットとか出したら終わってましたねちょっとね前半の方はね多少喋れるかなと思ったんですけど、赤くなり始めてから、あこれはダメだやばいやばいって、あでもそれでもグッド1ミス7か、そうこれ楽曲レベル確か24だったんですよね。うん、そうこのエクストリームね、楽曲レベルの割にはそんなに難しくねえなーと思って、それでちょっと今日チャレンジしてみたんですよ、うん、まあこれはフルコンボいけますね。出張があるわけでもなんでもないのに、これも全てみんなのおかげだわ。出張があるわけでもないのにね、楽曲レベル24で曲のねテンポがそんなに速いわけでない、テンポが速くなるのはここから後半の方ですよね、にかけてこのネオストリーム少し早くなっていくんですけど、これで楽曲レベル24、これはね頑張ればできると思います。皆さん、はい、挑戦してみてください、そうしましたら今回は以上で終了といたしますね。次のね総力ライブガチャかでみくもちゃんのブラウブルメがね来てくれるはずなので、でブラウブルメは結局コッペパンですよね、コッペパンで特別演出が出るっていうのもまあほぼほぼ分かりきったことなので、うん、まあどちらにしろね、もう確実に、それこそ久しぶりにねピックアップ目指しに行きたいけど、でもそれでも取れないときは取れないんだな、まあとにかくね、これからも頑張ってやっていきますので、ぜひとも冒頭でも申し上げましたが、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そうしましたら今回もご視聴どうもありがとうございました。